英文解体新書、精読はできるけど、簡単な英文でも早く読めるかっていうとなかなかそうならない。ハリー・ポッター読んだ方がいいですかね。読めない。いや、読めない、読めない。英文解釈力はどうやって鍛えてきたんですか？受験の時代にその英文解釈力にハマって、実践的な英語力に変えるときにかなり有利だった。精読ができるっていうところはやっぱり重要かなと。では始まりました、もちチャンネル。さあ今回はですね、2回目の登場ですね。はい、北村一馬先生においでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。大ヒット作が第2弾、幸い英文解体新書9ということで、そしてこれですね、出ました、英語の読み方発売されましたんで、共通テストの時代に逆をいく、まあ京大のね、まさにまあそうですけどね、入試問題逆に精読へっていう感じですけど、いやまあでも共通テストの逆っていうわけではなくて、特にこっちなんかはちゃんと読むっていうことも重視してるんだけど、最初の方に書いたように結局スピードがつかないと受験の長文を読んで終わっちゃったっていう人とか、読むのは多少は自信がついたんだけど、まあリスニングは全然できないとかいう感じになっちゃいますよねっていうことを書いてるので、まあ逆にニュースとかを聞いて、まあほとんど分かりますみたいな人が共通テストでスピード足りなくなるかって言ったら、まあそんなことはないわけですよね。ですのでそういう意味では、まあこっちに書いてあることはっていうのは、今までの精読をどう次のレベルにつなげていくかみたいな、そういう話なんで無関係ではないかなと思います。じゃあ具体的にどんな内容なんですか？じゃあまずこっち側、こちらまずはなぜ読み方なのか。一見その、まあさっきおっしゃったように、それこそ今4技能が重視されてて、とにかく聞いたり話したり重要じゃないかっていう時に、あえて読み方に集中して本を出すっていうのはどういうことなのか、なぜそれがっていう説明をしていて、まあもちろん今までの勉強で足りなかったところってあるわけで、大学に入った直後にみんな英語できるかって言ったら、成績が良かった人でもここは苦手とか結構残るわけじゃないですか。それはなぜなのかっていう話を説明した上で、やり方が間違ってたというより、こことここが足りてないみたいな、まあ具体的に言うと、例えばその単語力が足りないとか、さっき言ったその精読はできるけど、簡単な英文でも早く読めるかっていうと、なかなかそうならないみたいな話をして、でそれがどこが足りてなかったのかっていうことを突き詰めていけば、今まで培ったものを無駄にせずに次の段階に進めますよみたいな話をしてるっていうこと。なるほど、まあ、まさにそうですね。単語とかもね、やっぱ受験までと全然違いますからね。違います。いや、でその受験終わった後に1万語レベルの単語とかを見ると、こんなの使うわけないでしょって思うと思うんですよ。受験英文しか見てなければ。でも実際使うじゃないですか。普通の日常会話とか映画のセリフとかでも出てくるものなんで、すごくマニアックな単語を知る必要はないと思うけれども、そこを知らないと例えば「ハリー・ポッター」でも読めないですよみたいな話になっちゃうので、それはやっぱやるしかないなっていうこととかで、そういうことってあんまり割とはっきり大学以降言ってくれる人がいないのかなっていう感じではありますね。そうですね。やっぱ東大受験者も結構来るんですけど、質問とかで高1とか高2が「ハリー・ポッター」読んだ方がいいですかね。読めない。いや、読めないよ。ただでもそうするとこうよく陥りがちなのが、東大の受験問題を解けるのに「ハリー・ポッター」も読めないのかみたいな批判が出てきて、つまりやり方が間違ってるっていう話に行きがちなんですけど、偏ってるのは事実なんだけど、その偏りって逆に僕は強みだと思って、例えばその東大とか京大の英文を合格できるぐらいに読めるっていう人は、仮にそれがその解析しながらの読みであったとしても、後でそれを実践的な英語力に変える時にかなり有利だと思うんですね。そうですね、絶対そうだと思います。でそれが僕なんかが教えていると、逆に本当に日常会話とかはほとんど困らないんだけど、例えばトイックで言ったら700点以上なかなかいかないとか、800点から止まっちゃうとかいう人が結構いて、そういうところで苦労することないじゃないですか。その東大京大のレベルで英語を読める人はリスニングとかちょっと鍛えれば、まあその点数を超えていっちゃうので、そういう意味では偏りはあるけど強みでもあるのかなっていうようなことは書きました。じゃあ SNS とか小説とも書いてますね。じゃあこっち側ですね、続編側ですね、青い方の。こっちはどういう内容になってるんですか？以前の1の精読はやっぱりちゃんとできた方がいいっていうことと、まああとはそのやっぱりこういうのが好きな人もいるよねっていう、まあ仮に趣味とかのレベルであっても、なのでそういう人向けにシャーロック・ホームズは好きな人多いし、多分ストーリーもある程度、例えばワトソンが出てきてとか彼が解説してみたいな、そういうところはほとんどの人は多分読んだことがなくても知ってるだろうから、それをこう実際に読み解いていくっていうような形にしてみれば、僕前回のレベルからそんなに落としたり上げたりせずに、似たような本を、しかもそのみんなが知ってるストーリーを英語で読むみたいなことができるんじゃないかなっていう、そういう感じの本です。内容はじゃあもうシャーロック・ホームズに出てくる。ただそのいわゆる大役って結構いっぱいあって、短編の英文が並んでいて、横に日本語訳が全部並んでるみたいな本も今までたくさんあったと思うんですけど、まあ、それだとちょっと今までの焼き直しになっちゃうんで面白くないなと思って、今回はだからもう完全にシャーロック・ホームズの中から面白いところを上げて、英文解釈の本を作りましたっていう形にしてますね。まあ、あえてちょっとややこしいところから確かに選んでるんですけど、ホームズってこんなに難しいのって思う人もいるかもしれないですね。なるほど。ぜひ手に取って泣いてもらえれば。まあでもこれ多分ホームズはそんなに難しいですけど、まあまあまあっていう感じで、多分4章5章ドイルの SF 作品チャレンジャー教授のやつとか、5章のそのウェルズとかポーとかツェインとかは、まあ、そこら辺はちょっとプロでも難しいんじゃないかっていう感じだと思いますね。なるほど、はい。じゃあその英文解釈力はどうやって鍛えてきたんですか？やっぱそれをね、皆さん知りたいと思うんですけど前回話したことと重なっちゃっても大丈夫。まあもともとは実家が予備校ってほどじゃないけど大学受験塾をやってたので、そこでまあ父が英語の先生だったんで、割と比較的こうそういうのに取り組む環境は整ってたっていうのはあると思うんですけど、あとはでも受験の時代にその英文解釈とかにハマって、その先に進んだ時にもう結構大学入った時に好きになったので、まあどんどん読んでいったっていうところは大きいかなと思いますね。で特に割と古いものもあんまり気にせず読んだっていうのは大きかったかなっていうところはあります。どういうところに魅力があったんですか？まあゲーム性が楽しいとかっていう人もまあ結構いるじゃないですか。構文見抜けた時にシャーってなるとか、そういうとこ。まあそれも最初はそうでしたね。楽しかったし、だんだんそう読んでいくうちに、あ、これって結構ちゃんと読めば、こういう教科書でしか知らない本だけどちゃんと読めば結構感動する内容だったり面白かったり役に立つことが書いてあったりっていう哲学書とかその文学作品とかもありましたけれども、内容的にももちろん途中から興味を持って読んだっていうところもありますね。なるほど。最初はまあ構文の、そうですね、まあ英語を読み解くのがちょっとパズル的に楽しいっていうところから入ったので、まあちょっと邪道かもしれないですけど、結果的にはそれで内容も理解したところもあるので、まあ良かったかなっていう。最初でもカッコつけたりとか S とか V とかつけてたんですか？もちろんスラッシュを入れて読んでましたね。高校2、3年生ぐらいまで。はい。だからそれをやってるうちにまあだんだんそれしなくてもどこで消えるか見えるようになってって、でもう大学生ぐらいになった時にはもうそういうのはしてなかったと思う。別にそこまでしなくてもそんなに難しい文じゃなければ分かるっていう感じには。難しい構文が来るとこうドワーみたいになる感じですか？いや読んでてきたまあでも今悩むレベルっていうとそれはまあかなり難しいところなので、まあ構文でね、単語とかだと結構実はこういう意味があったとかいろいろ知らないのいっぱいあると思うんですけど、構文で今悩むっていうともうそれ相当古い英文とかなんだけど、まあこれは例えば高校生とか大学1、2年生に言うと多分これ知らないよねとかこれは迷うよねとかいう時はちょっとチェックは入れたりはしますけどね。なるほど。ストックもどんどん溜まってね。そうですね。まあやっぱり新聞記事とかも読んだりすると、まあ、結局出てくるんで、そういうところってどうしてもだからそれはチェックはしていったりはしてますけどね。そうですね。 SNS でもね、予備高校生とかそうやってやったりしてますからね。そう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 。英文をこうちょっと語るみたいなやってますよね今後また出てくとかあるんですか？一応3冊単調今回出させていただいて、2019年からベストセラーとかじゃないですよ、だけどいわゆるヒット作ぐらいにはありがたいことになっているので、話は結構まあありますね。今後その続編とかあるいはうちで書いてくれないかとかいうような話は来たりもするようにはなってきたので、今後はそういう方向の仕事。楽しみですね。別にでも大学ではやってるんですか？公文シャーみたいな授業で。でも授業やってる授業もあります。まあやっぱりクラスによってそういうレベルではまだその基本からまずやらなきゃっていう人もいれば、結構もう英語できてもうちょっと難しいのも興味あるとかいう人もいたりするんで、そんなここまでのはまずいやこれはもう19世紀とか18世紀とかの話になっちゃうんで、そこまではやってないですけど、普通にその新聞記事ぐらいの英文でちょっとここは注意した方がいいよねとか、今年持ち始めた英語翻訳論っていう授業では。教林大学でやってるんですけど、結構みんなもう3年生で英語もまあまあできて、英字新聞それこそこの間「TIME」とかの記事を使ったりしてちょっと紹介したりしてやってましたね。構文の魅力をいろんな人に伝えて、まあ構文の魅力なんかわかんないけど例えばそのやっぱニュースとかを聞いて、そのニュースを文字に起こしたり、まあ CNN とかを文字に起こした時にこんな難しい英語で喋ってんだみたいにやっぱ思う人もいるみたいで、それこそ新聞記事ぐらいの英語で喋ってるわけじゃないですか。だからそういうのは英会話だから優しい英語で、そうじゃなければこういう関係ない実践的じゃない英語っていう風な変な恣意的な区別っていうのはいらないんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。恣意的な言語学やってる人。いやいやいやアービトラリー。そうそう。でもどうでした今年の兄弟の問題とか見て、ダーウィンとかね、はい、まあいろいろ解釈の違いみたいなのありましたけど、難しかったと思いますね。よく出したなっていうふうに思いましたけどね。19世紀の文章ですからね。そうですね、はい、ダーウィンのやつで、いや僕なんかも引退決めてよかったと思いました。こういうのと戦い続けるのは嫌だ。でもあれを見た人は来年目指したい人いるわけじゃないですか。来年とか再来年とかで、そういう人はあの英文が出るかもしれないと思って勉強しなきゃいけないわけだから、まあそういう意味ではちょっとこの本もまたそういう受験として注目する人もいるのかなっていう、まあ、これじゃなくてもまあ1の方とかはいるのかなっていうふうに思いましたけど、あれは本当にね度肝を抜かれた。2020年は約1問しかなかったのに、2021年こうなるかね、かなり戻りましたからね、元の形。あと慶応の分もね、やっぱりこう和訳ですからね、そうですね。それだけだとダメだとは思うんですけど、やっぱりそれがちゃんとできたっていう人は精読ができるっていうところはやっぱ重要かなっていうふうに思いますね。思いますよね。自分自身もその伸びてったのはやっぱこういう精読をちゃんとやってたからだと思ってますからね。だからスクリプトを見れば、まあ、リスニングとかでも分かるって大きくて、例えばそのいくら動画があって横に文字情報を用意してこれで勉強しなさいっていう環境が今整ってるわけじゃないですか。TEDとか見ればだけど、そっちのスクリプトさえ見れば全部分かるけど、言われたらスピードについていけないっていう人と、スクリプト読んでも全く理解できないっていう人では、それ当然独学の時のレベルが変わってくるでしょっていうことで、要するに大学受験まではそのスクリプトを読めば分かるっていうレベルにするのが一つの目標っていう考え方もありなんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。なるほど。いやー、これ良かったんじゃないですか。ぜひですね、皆さんも参考にしてみてお手に取ってみてください。はい、今回は北村さん、ぜひおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。